前島豊太郎から1900年3月13日は、明治時代の静岡県の弁護士、自由民権家、駿河国有渡し軍、古昌村名主県府中宿助合総代、静岡県第44区副校長を経て、府中塾代理人として、助合訴訟に関わり、大元人資格を取得した。清涼者を結成して、自由民権運動に参画し、静岡県会議員を経て、 核眠り社を設立、東海行商新法を創刊したが、直後に行った演説で不敬発言があったとして、投獄された。出国後、核眠り社経営に苦闘しつつ、政治活動を続けた。二度国政進出に失敗した後、弁護士業に回帰し、生涯を終えた。天保6年7月5日、駿河国有渡し軍、古商村名士に生まれた。5歳の時、 雨の日に乳母に背負われて外出中、村人の持つ傘に書かれた文字に興味を持ち、依頼父に字の読みを尋ねるようになった。7歳で、菩提寺法泉寺住職具春にひらがなを学んだが、学習2週目で、いろは歌の2行目を修字したところ、7時のうち6時を直されたために気落ちし、止めてしまった。九歳で、杉田三平に入門し、定金往来等を通じて、修字。 素読を学んだ。十四歳で上がど村らいし、天野雄彩に官石を学び、嘉永四年十七歳で、長島はじめ助に四書五教の苦闘、漢詩の方を学ぶも、後期四つね会を得て交渉学に関心を移し、疎遠となった。二十歳頃には村松良宿、戸塚積もる才小川清彩、友野三つ渡辺康作尺久先頭と、阿谷城を結成し、 私分に興じた。安政三年、古将、村組頭、安政五年な主となり、文久三年、古将村も負担していた府中宿助合総代を兼ねた。慶応四年母親戦争が起こると、駿府城代、本田忠し突敗下東ず兵ゴを訪ねて、宇都宮屋での官軍擁撃を主張するも、受け入れられなかった。八月、徳川義信が駿府に入ると、義信の家、 ジ室が武道に関席を抗議した。明治5年2月7日、名主職が廃止され、静岡県第44区古町に命じられたが、副古町に命じられた、雫鈴木町に古町の座を譲り、代わって副古町に就任した。この年には、法選時に、私塾古商書院を開いたほか、養豚事業を試みて失敗した。1873年8月、 平山制裁により新党体制協協会市社長に任命された。1873年議者総代で披露した言論が県三次南部候補庫に認められ、10月16日、静岡県15島出資となったが、1874年1月13日、代わって大迫貞清が県県令となり、2月24日免職となった。状況後、 千八百七十四年九月静岡の豪商、勝又聖次郎の移植により、秋田県土崎港で、六号小西坊から米を、買い付け、海雲丸に積載して停泊中、台風により船が大破し、二十五名の死者を出した。明治五年スケ号制度廃止に伴い、負担金生産をめぐって、駿河国、海の国の村々間で軽装が生じ、府中塾代理人として、 訴訟に関わった。1875年2月交付裁判所で提訴、不辞理となり、9月上旬、沼森和の協力で、東京上等裁判所に控訴するも帰却された。1876年2月大審院に上告中、2月22日大原人規則により、免許制が導入されたため、5月第2回大原検査を受検し、7月東京裁判所大原人となった。 受験のため私立法律学校に通ったかどうか、定かでない。その後もスケゴ訴訟は長引き、1877年2月、大阪上等裁判所での再審、1878年大審院での再審を経て時段が成立した。1877年静岡五副町四丁目に宅前者を設け、地元静岡でも大原業を開始した。 1878年10月28日、宇都君により、第一回静岡県会議員に推薦されたが、高塚村、小野田五郎兵の訴訟業務等のため辞退している。1879年11月、大江高行、広瀬修行等と政両者を結成し、演説による政治活動を開始した。11月30日の第一回演説会では、沼森和の説に同調して、 権限論を演説し、静岡県会議員等による国費みゆりシーズグラントの共和越権行為と非難した。1880年4月集会条例により一時解散したが、11月活動を再開した。1880年8月3日、静岡県会議員に当選し、美行貯蓄法反対運動に同調し、12月3日、 県会解散後、1881年1月、再選された。予算審議において、河川回収費を国庫負担とする権利を申し立てるも、賛同者を得られず、一方意義を唱えた、軍長公選制の権利は可決されるなど、議員としての成果は上がらず、1881年6月24日、辞任した。1881年、小林企作党資産家の出資を受けて、 静岡両替町四丁目十番地に核眠り社を創立し、土井光香を社長荒川隆都氏を客員として10月1日、東海行商新法を創刊した。創刊直後の1881年10月8日、寺町商船座で事物変遷論を演説し、先生君主制から立憲君主制への移行を主張したところ、天使は大族の 1> 第1党と発言したとして臨場していた、警部、香取新慎之助等に告発され、帰宅したその夜警察に降印された。1881年10月21日、静岡裁判所より伺いを立てられた、司法教、大北加等は、著作文書もしくは、ガト肖像のみを対象とする残暴律、第2条上護死残機罪を新実高領断罪、無正上により累推適用し、 12月23日、静岡裁判所において、金国3年、罰金900円が言い渡された。なお、不経済や財刑法定主義を定めた、旧刑法は1882年1月1日に施行された。1882年3月27日、上国帰却により偶韓国に入国し、先に投獄されていた荒川隆都氏と同室した。韓国内では、 定期的に囚人に、申しを抗議し、1883年2月頃からは、書内で使用する軽誌のすり率に従事した。1884年6月同士の義援金により、罰金900円が堪能され、1885年2月25日から出国した。1885年11月出国を記念し、春縁各地を旅行して、同士、名誌を訪れ、 民衆からも歓迎を受けた。週刊中、格眠り社は多くの社員が弾圧を受けて経営不振に陥っており、1885年4月株式発行による立て直しを図った。しかし、静岡大、勤務新聞の躍進に押されて経営は安定せず、1887年1月27日、渋谷多元を主筆に迎えて手こ入れを図るも、 3月28日一時廃刊した。1887年12月行商新報社と会合し、1888年1月4日、行商新報として再刊したが、1891年には同じ自由統計し、静岡日報が創刊し、10月、行商新報は休刊に追い込まれた。1891年11月22日、 格眠り社を再興して、東海行商新聞として再刊したが、経営は角太郎に一任し、自らは身を引いた。その後も経営は軌道に乗らず、1893年末の休刊を経て、1894年10月頃、廃刊した。1888年1月、静岡有志懇親会において、後藤翔二郎が呼びかけた大道団結運動に賛同し、 三月、後藤の黒田内閣入閣により運動が分裂すると、大道クラブに所属した。四月修済病院長荒井作を頼って、新での新事業を計画し、資金を募っているが、渡航中の記録は残っていない。1八8八年七月十六日大日本、帝国憲法発布大社礼により乗り越し算きつは、消滅したため、8月1日大現任組合に、 再加入し、同月静岡大道クラブに参加した。1890年第1回衆議院議員総選挙に、静岡県第一区から自由党候補として立候補したが、再開で落選した。1892年、第2回衆議院議員総選挙にも落選して、政治活動からも身を引き、以降弁護士業に専念した。1891年静岡の弁護士事務所を、 両町にに移転し、浜松に支所を設けた。1892年11月大阪府、曽根崎村に出張所を設けたが、1894年7月、閉鎖し、両替町の事務所を馬場町に移した。1899年病のみで、米沢、宇都宮を旅し、1900年東京で新年を迎え、3月13日、芝区あた町の旅館で病没した。 3月15日霧ヶ谷斎場で火葬され、27日国境法戦時に葬られた。法名は雷古院無害一の関古寺。ありがとうございます。